放送事故やん、これすごいのが出ましたね今週まさかうっすらかぶってましたからね、うっすらはい、いやー、なんかシステムトラブルでちょっと設定がなんか変わっちゃってたらしいんですよね。で、リセットして、もう一回やり直したらできたっていうことだったんですけどね。いやー、びっくりしましたね。あの最初のね、あの暗闇からん？なんかおかしいぞっていう感じでしたけどね。はい。はい。あ、こういうのは、始末書なん？書いたことがないです。はい。僕自身書いたことがないです。はい。暗闇にしまっておきます。はい。皆さんもね、拡散しないようにしてくださいね。はい。さあ、総務省にはまだね、ES をやってた頃、総務省には。逐一報告は上げておりました。こういうことがありました、こういうことがありましたっていうのはね、で、別にだからといって何かその罰せられるっていうことではないですよ。要は把握をしておくっていう意味で、細かいそういうトラブルみたいなことも報告はしてました。ただですね、業界の詳しい話をするとですね、例えばこの動画の絵が映ってないとするじゃないですか。まあ仮にさっきと同じ真っ黒暗闇になりました。ただティッカーが出てました、これはセーフなんです何かしら出てる、全部真っ黒っていうのは放送的にはアウトなんですけど、はい。でそれが、例えば 0. 何秒とかであってもその報告を一応しましょうということではあるんですけど、なので全部が真っ黒になるというのは本当にもうその大元の元のもう出すところぐらいじゃないともうこけないものになっているので、そうそうないですよね、はい、なんでスライブは結構セーフセーフを歩いてきました、はい。ただ信頼関係もあるので報告自体はしっかりとさせてもらってましたっていう感じですね。で今は、BS をやってないのでその報告の義務がありません。なので、暗闇にしまっておきましょうね、はい。皆さん次第です。さあ